こんにちは。菅敦子作「ベネツィアの宿より」よりします。毎週金曜日の夜フォブール・サンジャック街のドミニコ会修道院で労働司祭がミサを行っていてその後、同じ場所で旧約聖書の勉強会があると教えてくれたのはシュザンヌだった。 行っってみたた。らと彼女は言った何かあなたの探しているものが見つかるかもしれないし誰か話のできる人に会えるかもしれない昼間は工場などで一般の人たちと働き余暇の時間に司祭の責務を果たすという元は戦時の大読レジスタンスから生まれ戦後フランスの教会から 欧米各国に広まった労働主催の運動がローマの教会当局の批判を浴びて全面的に禁止されたのはちょうどその頃だったこの運動を理論的に推進していたドミニコ界の主だった神学者たちは左遷されたり著作の出版を禁じられたりしたそれでも彼らはくじけることなく すでにこの活動に携わっている人たちにはそのまま仕事を続けさせるというローマ当局にとっては反抗的とも言える立場を取っていたそんな状況の中だったから労働司祭が指式するミサに出席することはそれ自体宗教的な意味を超えて教会の方針に対する批判の行為でもありミサに出ようと決めたとき 私は非合法な政治集会に参加するのにも似たある精神の高揚を感じて緊張したノートルダム大聖堂を起点としてセーヌの左岸に発しソルボンヌ大学の建物の横を抜けて南に向かうサンジャック街という通りがあるその名が示す通り昔パリからスペインのサンジャック サンティアゴ・デ・コンポステラに参詣する巡礼たちが通った道だミサが行われるサンジャック修道院はその道が郊外に出ようとするあたりにあった普通なら私のいた寮に近いモベール・ミュチュアリテの駅から地下鉄を乗り継いで30分もあれば行ける場所なのにどういうことだったのか 私は寮から目的地までの道の道りを歩いていくことにした。三尺ク街はバルドグラスあるいはコシャンなどというまるで中世の避難所のように不吉な外観の広大な私立病院やドームに見覚えのある天文台などが並ぶ暗い道で一旦日が暮れた後は極端に人通りが少なくなった。 迷ってはいないなかと私は何度も道の名を街灯の明かりで確かめ自分の足音が硬い石畳に跳ね返るのを聞きながらその修道院に向けて歩いた8時に寮を出たにもかかわらず予想をはるかに超えた遠さで目指す修道院に着いたのは9時を過ぎていた油の染みが目立つ 汚れたシャツを着た労働司祭が何の飾りもない駅の待合室のように殺風景な部屋でひっそりとミサをあげていたがこちらを向いた時に見ると祈祷書の文字がやっと読めるぐらいの暗い伝統に照らされた濃い眉の下の黒い目には鋭い光があった同じ運動に携わっている人たちなのだろう4 5人の参会者たちが、 石の床にひざまずいいてて祈っている「女は私ともう一人髪をひっつめに言って少し黄ばんだ白のブラウスに黒っぽいスカートを履いた中年の女性との二人だけだった」「学生だろうか血の気のない顔に疲労を濃くよどませた青年の一人は緊張のためか頬をこわばらせていた」 ミサの途中で司祭が短い説教をしたがレトリックを入念に省いた和法で今日の工場労働者をガリラヤのイエスのもとに集まった群衆に例え彼らの側に立つことの意味を説いた社会の構造が異なるアメリカでは労働司祭の必要性が理解されないと ニューヨークから手紙をくれた友人のことが私の頭をかすめたそして何の脈絡もなくバラ窓やステンドグラスの華麗なカテドラルを作って彼らの時代の歓喜に満ちた信仰を美しい形で表現しようとした中世の職人たちのことが心に浮かんだ今日はここまでといたします。 ありがとうございました。